ホワイトアルバム2エクステンデッドエディション。さあ今回も前回から続いてボイスドラマいきましょう。どうしよう、またアニメの宣伝だったらあれは衝撃的な展開だったな。ある意味今までで一番衝撃的だったかもしれない。再会と食材のニューイヤー、今回は2016年の大晦日、こちらを聞いていきましょう。2016年ってさ、最近じゃん。最近でもないけど、2016年。はあ、え、なに、トークコメントってのがある。トークコメント、ナバタメさんかな。へえ、とりあえずじゃあ本編聞いてみましょうか。2016年の大晦日スタートです。あれですね、注意、一応今回も俺はなるべく黙ります。前回も黙りますって言ってて結局うるさかったから、今回こそ黙ります。振りみたいになっちゃうけど振りとかじゃない。はい、行きましょう。2016年の大晦日スタート。カズサ、おい、カズサってば。いい加減起きろ。うるさいぞ春樹、夫のくせに。なんだその態度は。結婚してる。妻が心地よく寝てるんだから、腕枕をして髪を撫でてくれるくらいの度量はないのか。4時間前まではそうしてたんだよ。カズサエンドのその後だ。まったく、今何時だよ。オーストリア時間で12月31日午前10時30分をお知らせします。なんだよ、まだ午前中じゃないか。だから起きろっての。シーツも洗うんだよ。ああもう、いつまで経っても本当に鬱陶しいままだな、お前は。お前がいつまで経ってもちっとも生活態度を改めないからだろ。仕方ないだろ、冬なんだ。夜明け前から起き出すお前の方が異常なんだ。ああ今日はその言い訳聞かないからな。何しろ大晦日だし、今日中に大掃除済ませておかないといけないからな。そうか、せいぜい頑張ってくれ。私は邪魔にならないようにここに避難しておく。お前も手伝うんだよ。いやだね、いつも家事なんかよりピアノ弾けって私をしつけてるのはお前だろ。ちゃんと起きてピアノ弾いてんならその言い訳にも少しは納得してやるんだけどな。そんなことより、ハルキも寝ようよ。ほら、パルな、引きずり込もうとするな。かわいいな、甘えるな、ケチ。もうなんでお前はそんなぐうたらに育った。付属の学園祭の時なんかあんなに頼もしかったのに。あの時は楽器を教えてただけだからな。家事とかやらせてたらすぐに気づいてたと思うぞ。失敗した、俺人生の選択間違えた。そうだな、ご愁傷様。だから寝るな、せめてベッドから降りろ。ホワイトアルバム2、2016年の大晦日。おお、これはなんかちゃんとした内容な気がするよ。アニメの宣伝じゃなさそうだ。ダメ。夫のくせに、なんて妻に冷たいやつだ。DV 一直線だな。たった今食べただろ、一瓶丸ごと全部。だからなくなったんじゃないか。私の理論は全然破綻してないぞ。食い足りないならこっちのサラダと卵を食え。毎日毎日クリスマスのシュトーレンの残りばっかり。余ってるんだからしょうがないだろ。もったいないって世界共通語だって知ってるか。1枚食べるのにジャム1瓶使い切る方がもったいないわ。それにしてもなくならないな、このシュトーレン。誰だこんなに大量に焼いたやつは。確かに焼いたのは俺だけど、通販でドライフルーツを大量に注文して俺に丸投げしてきた本当の黒幕の存在についてはどう思う？あ、なあ春樹、戸棚にある蜂蜜取ってくれ。くどい。じゃあやっぱりアンズのジャムで。そういう意味じゃない。なんだ今甘えすぎ。これで洗濯はあらかた終わりっと。次は部屋の窓拭きか。なあ春樹。なんだよ。
暇だ。邪魔だ。なんてやつだ。一家の稼ぎ頭を邪魔者扱いとは。リアルに邪魔なんだよ。後ろついてくんな。背中に乗っかんな。手伝わないならせめて外出してろ。お前そういう態度ばっか取ってると、私に愛想つかされて30年後くらいに熟年離婚を迫られるぞ。熟年離婚を突きつけるのは長年家事を押し付けられてきた方だぞ普通。まあもうつまんない。ゲームでも昼寝でもセックスでも何でもいいから付き合えよ。一人でやってろ。すごいこと言ったな今。何言ってんだよお前。さらっと。最後のは一人じゃできないだろ。一体どう責任取るつもりなんだよ。ああもう何が何だかで、ほら誰か来たぞ。刹那じゃねえよ。そうみたいな。怖えな。あの子いつもタイミングいいからな。今一生懸命働いてるんだけど。お前私に接客しろってのか。一人で留守番してる時でさえ絶対に出ないっていうのに。威張って言うことそれ。胸張って言うこと。ほら早くしろ。刹那だよ刹那。客が帰るぞ。本当にもうってカズさ。なんで。降りろ離れろ。なんてやつだ一家の稼ぎ頭。うん重いうざいみっともない。なんだ宅配か。刹那じゃなかったかって陽子さんからだ。母さん。なんだろうお歳暮のワインかな。それは現地調達の方がよっぽど安いだろう。早く開けろよ。わかってるって。なんだろう妙に重いな。刹那じゃねえの。あおせちか。へえ母さんにしちゃ気が利いてるな。どれどれ。おお黒豆栗きんとん伊達巻き。こんなにたくさん。ちょっと待て、どうして甘いものしか入ってないんだ。紅白かまぼこは、エビは、タイは。大丈夫だって。ほらちゃんと昆布巻きとタツクリは入ってる。それも結構甘くないか。いいだろそんなの。これぞ母から子に受け継がれた遠間家の味ってやつだ。どう見てもデパートの既製品なんだけど。ほんと春樹はいちいちうるさ。お、どうした。カズノコが入ってる。今まで食べたこともないのに。へえ、うん、どういう意味なんだろうな母さん。さあな。え新年明けましておめでとうございます。いやまだ明けてないな。大変立派なおせち料理にカズさんも喜んでおりますと。おいハルキ、そんな無駄なメール書いてる暇があるならこっち手伝えよ。無駄って、お礼状は大事だろ。そういう余計な気ばっかり使ってるからお前はいつも忙しいんだ。もっと手を抜けよ。だいたい相手は母さんだぞ。ったく。でお前の方は何やってんだ。いや確かにこの辺にしまったはずなんだよな。探し物か。あ見つけた。ハルキ運ぶの手伝い。えお前これ。この SE いいな。あったかい。あったかいなハルキ。おい、あとこれでみかんがあったら言うことなしだな。あ冷凍みかんでもいいな。いやだから。なあハルキも入れよ。それともこたつは嫌いか。どうしてウィーンでこたつに入ってんだよお前は。いやだってさ、せっかくおせち料理が届いたんだし今年の正月は純和風にしてみようと思ってさ。そもそもなんでウィーンの家にこたつがあるんだ。母さんと暮らしてた時は毎年出してたんだよ。懐かしいな。なんてこった。お前にこんなもの与えたら二度と出てこなくなるじゃないか。寝正月待ったなしだな。これ以上お前をぐうたらにしてどうすんだよ。言っておくけど明日は昼からニューイヤーコンサート見に行って
夜はそのまま東京に飛ぶんだからな。まあそういうのはもうどうでもいいや。夜に東京、三が日が明けるまでずっとここに潜ってるから。ダメだ、このダメ人間製造機は片付ける。何すんだよ、話せ。ピアニストがいるべきはこたつの中じゃなくてピアノの前だろ。いいじゃん、もうすぐ正月なんだし。ダメ、遊びでもいいからピアノ弾いてろ。なんでだよ、1年のうち364日は弾いてるだろ。あと1日弾けば年中無休だ。よかったな。この鬼マネージャーめ。分かったよ、じゃあレッスンやるぞ。よし、じゃあ俺はこたつを片付けて夕食の支度を。はあ、何言ってんだよバカ。お前も来るんだよ。え、なんで。レッスンって言っただろ、生徒がいなくてどうする。はあ、最初からやり直し。あのさ、ちょっと休憩しない？まだ始めたばかりだぞ。もう指が動かないんだけど。人には毎日10時間引かせておいて、自分は1時間も持たないとか、筋金入りの根性なしだな。この鬼ピアニストめ。まったく、付属時代から分かってたけど、全然センスないな。ピアノなんて習ったことないんだから弾けなくて当然だろ。毎日世界一の演奏聞いてるだろ、音感磨け。世界一ってのは盛りすぎだな、せいぜい世界のトップ100くらいだろ。なんだと。付属時代から分かってたけどさ、やっぱ楽器弾いてるお前はかっこいいな。惚れ直したか。いや、惚れ直さなくちゃならないほど幻滅したことないからな。ふん、臆面もなく。胸焼けしてきそうになるわ。そういうのも付属時代に言っとけばよかったんだ。無理無理、だってあの頃のお前超怖かったし。うるさい。それに憧れだったし。そっか、憧れだったか。ピアノにギターにサックスにベースにドラムにキーボード、何でも弾けて何でも上手くてさ。猛練習したんだよ、誰かさんのために。それに髪が綺麗で顔が好みで声が似合ってて、なんていうか、なんていうかさ。あの頃の私をそんな風に見てたなんて、やっぱお前の美的センスっておかしいな。うるさいな、誰がなんて言おうと、あの頃のお前は、あの頃の東間和沙はさ。喋ってないで弾けよ、ほら。あ、下手くそでもセンスがなくてもさ、こうして私が弾かせてやるよ。カズサ、お前は私に弾く意味をくれた。だから私のピアノはお前が弾いてるようなもんだ。カズサ、雪だ。え、ほら窓の外見てみろよ、春樹。はあ、何、普通このタイミングで降るか。あまりにも出来すぎてるよな。なんかさっきまでの会話が作り物臭く感じてくるよな。相変わらずひねくれてるな、お前は。お前にそれを言われるとは思わなかったけどな。だいぶ降ってきたな。ああ、明日になったら一面真っ白かもな。うわあ、困ったな、出かけるのが大変だ、うん、そういう情緒のないところがダメなんだお前は。
だから芸術性が育たないんだよ。外出を嫌がってぐずる誰かさんを無理やり引っ張っていくのが一番大変なんだけど、はあ、結局大掃除終わらなかったな。このこたつも片付けられなかった。まあたまには寝正月もいいじゃないか。こたつに入っておせち食べて雪を眺めて、これぞ日本って感じでさ。オーストリアだけどな。なあハルキ、こっち来いよ。うん。始まっちゃうんじゃないのこれ。今何時だ？あと5分で年が明けるな。日本なら紅白が終わって除夜の鐘が鳴り始めてる頃だな。まあ時差を考えると日本なら8時間前にそれ済んでるけどな。だからそういう情緒のないところが。来年はどんな年にしようか。別に。相変わらず欲のないやつだな。だってもう欲しかったものは大抵手に入れたからな。そんなことでどうするよ。お前は世界一を目指すピアニストなんだぞ。もうちょっとギラギラしたことを言えよ。じゃあ世界三大オーケストラとの共演？二つはもう済ませたからあと一つだな。すげえ。お安い御用だ。ワールドツアー？やるな。本当にやるな。お前がいいなら予定組むぞ。私が野望を語れないのはだな。迂闊に口にしたら全部叶えてしまう鬼畜マネージャーがいるせいだぞ。あ、いや、それは、まあ。あ、でもそうだな。じゃあもう一つ。年が明けたらすぐに叶えたい小さな野望を一つ。小さいのは野望って言わないんじゃ。おい、日本には姫始めって行事があってだな。ちょっとあれは1月2日の行事であって、しかも行事の内容も諸説あってだな。なんてな。え、明けましておめでとう。今年もよろしくな。は？返事は？ああ、明けましておめでとう。よし、叶った。え、何？今のが小さな野望？まあ、そうだな。新年の挨拶なんて毎年してるだろ。何かこだわりでもあるのか？ちゃんと答えてくれるってのはいいもんだなって。変なこと言うやつだな。こんなのこれからも毎年一生続いていくんだぞ。そうだな、そうだな。かわいいな、カズソ。なあハルキ、やっぱしよ。こたつだと狭くないか。それがいいんじゃないか。いや、どうせならベッドに。こら、がっつくな。ハルキ、ハルキ。いきなりそんなとこ。いいだろ。いきなりそんなとこ。始まっちゃったよ。数の子ができちゃうよ。はい、ということで聞いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、あ、これがトークコメントなんだ。北原でいいんだよね。北原春樹役の水島貴弘です。相馬和沙役の生田目瞳です。これ性別じゃない、いや、名字ってどうなったんだっけ。え、だってもう妻になってるでしょ。あ、でもやっぱ仕事上は遠まで言ってんじゃないの普通。あ、それはそうだよね、うん、普通の本名は変わってるでしょ。じゃあそこはもう丸太さんの意味頭の中に、任せます。いやでもね、ちょっと久々だったからね。そうなんですよ、うん、久々に演じて、しかもこっちかっていうね。なんか台本もらった時びっくりしたよね。そうなんですよ。あ、まあ、こんなに
エロいのって、そうエロさもまたね、うん、まあその辺は変わってないっちゃ変わってないというか、なんか、ね、大人のドラマだからね。そうそうそう、マルトさんによると、うん、マルトさんがちょっとこうフラストレーションが溜まってるじゃないかって噂だから、そう噂だけどらしくて、ちょっとこのイチャイチャ度をちょっとモリモリしてるんじゃないかなっていうところですね。そう、なんかね、私あのレコーディングさせてもらったじゃないですか、カズサアルバム、お、うんうん、その時マルトさん来ててくれて、はい、その時すげえこの原稿書いてたの。あ、その時に、そう、その時も書いてたの。で、あれを私が歌ってんの聞きながらこんなこと考えてたのかなとかちょっと思ったりとか。別にそこイメージは特にそこで抱いてるわけじゃない。知ってる知ってる、カズサアルバムは後で話す。私が歌ってる曲でこういうイチャイチャしてんの書かれてたんだって思って。あ、それはまだ僕あのまだ聞けてないんで、うん、あれですけど、もっと結構なんていうんですか、こうカズサ的なこうなんていうのか、もっとシリアスじゃないけど、うん、こう しっとりとかそういう曲だったの。あ、でも本当にあの皆さんが投票いただいて、うん、その票で割と曲が決まったので、だからもう聞いてもらうと、あ、これ歌うんだって感じがいっぱいあって。それはこれ発売時期今どの段階で分かってないけど、いや、だってこれと一緒に出てるはずだから。あ、じゃあ聞けてるの聞けてるはずよ。じゃあ逆に言うと、マルトさんこの時書いてたんだってお客さんも思っちゃうかもしれないね。そうだね。いやでもなんかね、私ね、今日今回のこのシ、うん、ドラマで、うん、すごいあのね、春樹のセリフで、うん、あの過去の話をしててさ、はい、髪が綺麗で顔が好みで声が似合っててってセリフあったじゃん、うん、嘘つけ、お前ずっと私の声似合ってないって思ってただろって思ってなんでマルトさんがさ、うん、声は違うって、ずっと芝居は好きだけど声が違うって言われてたから、またそういうの入れ込んできてるの。だからでも逆に、なんだろう、これマルトさんの罪滅ぼしじゃないけど、出た、わざわざそれを書いてくれたのかなと思って。そこ一番集中して書いたかもね、マルトさんね、気使ってやろうっつって。正直自分でも声似合ってるなんていう、ね、ニュアンスがね、そう言わないでしょ。なんかさ、演じててもこう中の人のこと言ってるからって若干思ってたよ。だから何、マルトさん何、この何年も経って、うん、今私にこれを言うのって思って。いや、そんなのでもね、ユーザーの方たちはそこまでぴったり合ってるからこそのね、こうカズさんのぶっちぎりの人気でございますから、もうそれを演じられて幸せでございますよ。そうですね、はい、そうですね、まあ本当に今回またできてよかったなと思うし、ね、なんかこういう未来っていうのはなんかね、今回もね、うん、タイトル的には2016年って出るっていうと、なんかこう現代、そう今を ね、 っていうね、生きてる感じがあってすごくいいなとは思いますけど、リアルタイムで、まあこっちの、ね、出てたんだ、これお話で、ストーリーを描くと、まあ皆さん分かっていると思いますが、我々しか出てないという、そうだね、いなかったね、いなかったね、ちっとも話題にも出なかったね。話題にも言ってない。言ってないね。怒られるね。そう、でもまあこっちの2人はその辺を全部、こうなったらこうなんだよね。多分また違う未来もあるからね。そう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 、違う話もね。違う未来だったらまた違うけど、まあ、うここはもうね、もう2人で生きていくって決めたようなね、うんうん、もんですからね。あと陽子さん元気そうですね。ね、よかったよ、うん、やっぱそれも気になるとこだからね。そうそうそう、だからちゃんとね、陽子さんが送ってきてくれてよかったっていう。2016年にご健在だというねえ、そんなの分かんないもんね。あの、そうだよ、ね、ゲームでとかでやってたらどうなってたか分からなかったから、うん、収録泣いたからお母さんと思って。本当だよね、すごくいいシーンだったからね、そこもね、うん、いやでもよかったな。はい、ということで、はい、皆さんね、またクワイエットアルバム2のコンテンツは ね、 そうそうそうね、曲も出したりとか、まだ終わらないと思って、うん、また楽しみに、夏を楽しみにだいぶどうか分かんないですけどまた冬かもね、クワイエットアルバム2だからね、うんうん、夏の雰囲気ないんであれですけども、ね、また機会があればいいなと思います、はい、以上ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお聞きいただきました2016年の大晦日でございました。なるほどな、こういうお話だったんだ。とにかくカズサと新婚、いやもう新婚でもないのか、結婚して 2,3 年ぐらいは経ってる、ひたすらイチャイチャチュッチュするっていうお話、まあ、トークコメントでもあったけど、マルトさんのフラストレーションが溜まってるっていうのを、それを晴らしたお話。あとね、トークコメントにあったカズサアルバムあるんですよね。
カズサがあれ多分全部歌ってるんだよね。まあその生ためさんが歌ってるそのアルバムが発売されてるんですよ、音楽アルバムが。これね、Amazon プライム、Amazon ミュージックで聴けたはず。俺ちょっとまだ聴けてないんですけど、そのうち聴こうと思ってた。ああ、それと一緒に発売されたのかね、これ。2016年の大晦日。なるほど。だからまあとにかくカズサとか、刹那の背の字も出てこないという。いや、ピンポーンって来た時一瞬な、来たかなって思ったんだけどな。なかったか。なるほど。ということで、じゃあ、今回はここまでですかね。次回はボイスドラマ幸せの日ベッドの上の物語。あ、これででもボイスドラマもラストだ。ベッドの上の物語ですよ。今回のはこたつの中の物語だったけど、次はベッドの上行っちゃうから、これはね、いやちょっと俺ずっとあの心配してたのが、これ言うてもこのスペシャルコンテンツ特典ディスクの方を含めてホワイトアルバム2エクステンデッドエディション18禁版なので、このベッドの上の物語下手したら YouTube で流せねえんじゃねえかなっていうような気もしているんだけど、大丈夫なのかな。まあちょっと聞いてみないとわからない。次回をお楽しみに。俺も楽しみ。はい、じゃあ今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。